ようこそ。ここは私立サントマリア高校です。1989年に建てたサントマリア高校はこういう伝説があります。入学式の日に好きな人と一緒に帰ると将来一生結ばれることになります。今日はあなたもいろいろな人と出会って自分のストーリーを書きましょう。さあ、お名前は？ごめん、大丈夫か？あ、死んじゃった。もう少しいてこのレベルを攻略してきたのに。ごめん。ごめんで、その問題かよ。ごめんなさい。それより、ここセントマリア高校ですか？そうです。ちょっと、ママは？あ、はい、遅刻だって忘れてた。おい、そこの君、遅刻だ。はぁ、あ、すいません、ちょっと迷子になりまして。いいわけいらないわ。入学式もう終わったからさっさとホームルームに行きなさい、庶民だわ。はぁ、あ、何様だと思ってんだ。ごめんなさい庶民さん、うちの会長はね、時々言葉が強いんだけれども、本当はそんなに悪い人じゃないんですよ。これから気をつけてくださいね。ごめんなさい。はあ。副会長、何してるの？早くしなさい。申し訳ございません。すぐ参ります。では、失礼します、庶民さん。貞子、あの英語が上手な外国人は誰？え？知らないの？サントマリアの人気ナンバーワン、ハウスの王子様、みんなプリンスって言うの。チェン、そんな格力ないと思うけど、そんな草食系男子なんて、俺だってさ、野球部のエースだよ。自分で何を言ってるのか分かる？そういえば次の試合は明日の夜だけど来る。ああ、残念。じゃあ私も行こうかな。明日誰もないってないし。ああ、一日長えな。あれ、この歌知ってる。なんだか懐かしい。アリちゃん、5年ぶりじゃねえの？本当に久しぶりだね。あのクリスもサントマリア高校だったの？うん、そうだよ。アリさんはどうしてサントマリアに入ったの？実はね、歌手になるためにサントマリアに入ったよ。綺麗になったな。え？本当？え、そんな恥ずかしいこと言わないでよ、バカ。
ちげえよ、声だよ、声。なんだ、私、バイトあるからもう行くよ。ちょっと待って、アリちゃん。くそ、電池切れちゃった。セーフすればよかった。